さんにはなんか脇にしこりがあるんだけど、どうかなとかそういう相談はしますけど、実際2回検査を受けに行って何もなかったっていうことを聞いただけでもすごくホッとするし、なんか不安が一つ取り除けるので、やっぱり検査はやった方がいいと思います。早期発見、早期診断、早期治療。